食中毒予防は手洗いからとよく言われるほど手洗いの重要性は知られています。しかし近年、ノロウイルスに感染した調理人が食品を汚染したことによるノロウイルス食中毒が後を絶ちません。手の衛生がこれまで以上に重要となっており、一人一人が手洗いを正しく理解し適切な方法で実践し習慣化していくことが大切です。さまざまなものに触れる手は見た目はきれいでもとても汚れているかもしれません。食中毒の多くは腸管出血性大腸菌 O157 やノロウイルスなど病原微生物がついた食品を食べてしまうことで起こります。これらはとても感染力が強く、10個から100個程度のごく少量で食中毒を起こします。このため予防対策にはつけないことが重要なポイントとなります。私たちは日常生活の中で手を使ってさまざまなものに触れます。食中毒を起こす細菌やウイルスには人や動物の腸管内で増殖するものがあります。したがって排泄物の中には膨大な数の細菌やウイルスが含まれています。もしトイレの後やおむつ替えなど介助の後に手洗いがおろそかになると手に細菌やウイルスが付着したままの状態となります。そしてその手でドアノブ、蛇口、食品へと細菌やウイルスが広がってしまいます。皆さんの手が菌やウイルスを運んでしまうことがあるので、手洗いでしっかりと菌やウイルスを落とすことが大切なのです。特に食品を扱う調理中、このような場面では注意が必要です。生肉を触った後、手洗いをせずサラダを作り、肉についていた菌をサラダにつけてしまう。意識していないとちょっとしたことで菌が広がっていきます。目に見えない一時的に手に付着した微生物は見える汚れを落とすのと同様に手洗いによって洗い落とすことができます。こちらは細菌を培養する手型の寒天培地に手洗い前の手、手洗い後の手を乗せて培養したものです。人の皮膚にはバリアの役目を果たす常在菌もいるので、それを落とすことは難しいですが、一時的についた菌は手洗いをすることでしっかりと落とせることがわかります。それでは効果的な手洗い方法をご紹介します。はじめに流水で手を洗い、手についた汚れを落とします。またこれにより石鹸の泡立ちが良くなります。石鹸を手に取ります。よく泡立てて手のひら、指の覆面をこすり合わせて洗います。シワは微生物が入り込みやすい深い溝です。シワやくぼみも丁寧に洗います。反対側の手のひらで手の甲、指の背をこすり洗いします。少し手を丸めて関節のシワを伸ばしながら洗うのがポイントです。指と指の間、指の付け根の部分を1本ずつ意識して洗いましょう。片方の手で握った親指をくるくると回転させて洗いましょう。親指の付け根も忘れずに。指先を反対側の手のひらに押し付け、指をブラシに見立て手のひらをこするイメージで洗います。反対側の手のひらで洗い残しのないように手首をまんべんなくこすります。石鹸を十分な流水で洗い流しすすぎます。手を拭くときは使い捨てペーパータオルや自分用のタオルを使いましょう。せっかくきれいになった手を汚れたタオルで拭いてしまうと台無しです。仕上げにアルコールによる消毒をする場合は、手のひらを上に向けて少し指先を丸めて吹きつけて全体にすり込むと効果的です。手に残っている水分でアルコール濃度が薄まることがないよう、しっかりと水分を拭き取った後にすり込みましょう。ちなみに災害時に水道が止まってしまったときは、アルコール消毒剤とウェットティッシュによる拭き取りが有効です。
日頃からご家庭で使いながら予備を備えておくと安心です。そしてしっかりと手を洗うのはこんな時です。特に調理している時ではサラダやフルーツに触れる前、これらは加熱しないでそのまま食べるものなので、触れる前にはしっかり手を洗っておきましょう。そして生肉や生魚に触れた後、これらには食中毒菌がついていることが多いので、触れた後の手洗いが大切です。そして誰にでも共通して言えるのはトイレの後です。トイレの便座や手の触れるところには細菌やウイルスがついているかもしれないので、必ず使用後はきれいに手を洗いましょう。